皆さん、こんにちは。山狩りです。あ、ちょっと待ってね。お元気ですか？なんか、ハウってる、どっかで。あ、ごめんなさい、山狩りです。お元気ですか？ほら、声も、だいぶ戻ってきたじゃないですか。おかげさま。あ、いかりちゃん、先週はいかりちゃんのコロナバージョンだったんですけれども、だいぶ良くなってきて、もう結構、大丈夫ですよ。はあ、おかげさまでありがとうございます。皆さんのご心配おかけしました。もうだからそんなにね、もうね、そんなにビビる必要はこうないわけです。いやいやいや、それはもちろん、人によっては重症化する場合もございますが、それも非常に気をつけていただきたいんですが、おおむねですね、みかりちゃん程度だったら、そんなにビクビクすることは、風邪ひいたちゅうような感じでね、おとなしくしばらくおとなしくしてれば、治ると、ああいうようなもんだというふうに、私、一応やってみてですね、初めてコロナになったんでございますが、それが私の個人的な体験談でございます。はい、皆さん、それぞれにあると思うので、そしてですね、会社はですね、ほぼほぼもう復帰なんですが、もう声もね、だいぶ戻ってきたんだけれども、嗅覚がないです。なんかね、いつ気づいたんだっけな。昨日気づいたのかな。それまでもなかったのかもしれないけど、あったのかもしれないんだけども、昨日ね、もうはっきりした。ゆかりちゃんには嗅覚がないと。はい、気づきました。もう、ほぼないと言っていい。で、なんかね、いろいろ試してみたんですよ。で、いわゆるその、果物とか、そう、食べ物系の匂い、全くわかんないです。それで、香水とかあるじゃないですか。そういう、非常に匂いの強いものを、むっちゃ鼻に近づけて、すごい嗅いでみると、かすかにわかる。だからね、嗅覚が完全に死んだわけではない。非常に弱まってるっていうことなのね。で、これがね、とにかくでも、現状、ほぼない。ほぼ匂いなし世界に生きてます。はい。だから、じゃあちょっとやっぱ気をつけないといけないよね。で、これが、じゃあ、会社はもこれから今後延々とずっと匂いなし、人生を送るのかはどうかはちょっとわかんないんですけど、昨日だから会社は、ダメよ、これは会社は嗅覚ねえやと思って、ツイートしたわけですよ。会社の嗅覚なくなりましたと。これ戻ってくるんでしょうかっていうふうに、ツイートしてみたら、非常に多くの方がですね、ご自身とか、周りの方々の、体験談など、お知らせくださってですね、それらの、体験談を総合すると、コロナは、往々にして、味覚とともに、嗅覚も、なくしがちであると。人によると。で、でも、それらをなくした場合も、そのうち戻ってくると。いうことですね。早い方は数日で戻りましたという方もいれば、1週間の方、10日の方、2週間の方、1ヶ月の方、いろいろな方がね、こういらっしゃるんですが、いつかは戻るということなので、会社もそれを見てですね、もう非常にとにかくフォロワーさんの方、みんな親切だと。ググるよりフォロワーさんだと。フォロワーさんに行くのは、この体験談に関してはもっと。非常に参考になると。あ、いかりちゃんの皆さん、情報をお寄せくださった皆さんに感謝しております。ということで、もう一回、嗅覚なしバージョンのいかりちゃんなんですけれども、そのうち戻るだろうというふうに思ってですね、楽観しております。ということでですね、クンクンすると、やっぱそうなの？だからやっぱなんか匂いを嗅ぎに行った方がいいんですかね。金柑などの、金柑ってあんたもう、金柑ってこう、どこにあんの、それ。あれでしょ、果物金柑じゃなくて、こう、ぬるぬるするやつでしょ。あれもう買ってこなきゃいけないっていうこと。買ってこなきゃいけないのかな。大体2週間。ちょっといろんなね、人がね、チョコレートとカレーを間違うよ。いや、間違わないよ。チョコレート。 ね、味はあんだけど、匂いがこうないっていうこと。ドリアン？あ、いかじゃね。ごめん、ドリアンね。苦手ないよ。そうか。でも、もしかしたら今だったら、ドリアンめっちゃ美味しく食べれるかもしれないってことよね。しくったなー。でも、日本でドリアン買うのもなら、今大
イに住んでればそれやったのにな、しくったな。まあ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 、それはどうでもいいとして、あ、今日はですね、もう今日はこんな、なんかのんびりした話をしてる場合じゃなくてですね、これですよ皆さん、気になって、彼氏はね、これ最初にね、あのね、日経の記事で見たわけよ。日経のね、あのこの記事、この首相、外国人と共生社会、国会改革にも言及、これ令和臨調っていうね、これ日経で見たわけ、この記事をね。あ、カモメさんありがとうございます、見たわけでね、これにね、こういうふうに書いてあるわけ。これ臨調、令和臨調って何やと、いかにも知らないから、これ自体知らなかったんだけども、これね、記事にこういうふうに書いてあります。民間有識者による政策提言組織、令和国民会議。ゆかちゃん国民だけど、国民会議中で知らんかったんだけど、どういうことって感じですか。そうそうそう。これをね、令和臨調中だって。令和国民会議をどうやって略したら令和臨調になるのか、ちょっと全然意味わかんないんだけども、まあ、ゆかちゃんこれについて全く知らないんで、まあまあ、この辺はスルスルとして、22日、都内で発足1周年大会を開いた。出席した岸田文雄首相、括弧自民党総裁は、人口減少を踏まえて、外国人と共生する社会を考えていかなければならないと語ったということですよ。もう考えていく、そうよね、だってもう、自民党はもう、まあまあ、というか、今の政府はですね、これからもどんどん外国人労働者を日本に入れるという方針を決めて、でもそっちの方向に向かって突き進んでいるわけですから、それを当然考えていかなければならない、もう考えていかなければならない、あんたは決めたんだから、それ当然、全く考えなしで決めてた人、すげえやばいでしょって感じなんですが、でね、記事にはこれしか書かれてなかったわけですよ。で、ところがね、この岸田さんが、この令和臨調っていうやつの、その発足1周年大会で、話したり、質疑応答したりした映像がですね、YouTube にあるわけですよ。これ誰でも見れると。こんな風にあるわけ。いかりちゃん見た？これ。これ。こうやってドーンとか言って、これ最初のページだけども、これ YouTube にあるわけですよ。これを見た。ひかりちゃんは確認した。そしたらですね、岸田さんはね、この外国人と共生する社会についてね、こんなこと言ってるっていうことが分かったわけ。でもこれなんか今気づいたんだけど、ほぼほぼなんかもう全て原稿読んでんのかね。まあ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 いいとして、こういうふうに書いたわけ。こういうふうに言ってたわけ。このね、この YouTube で、じゃあ皆様の、確認したかったら確認してみてください。いかちゃん、文字起こししたから、いきますね。これ岸田ね、バイ岸田ね。基本的には、外国人と共生する社会を考えていかなければならないと思います。同じことばっかり言っとるやん。さっきも同じこと言っとるやん。で、共生する社会といっても、これ、共生の仕方は世界において様々だと思います。つい先日、私は中東の3カ国、サウジアラビアとアラブ首長国連邦とカタールの3カ国に行ってきたんですが、特にアラブ首長国連邦は人口1000万人ですが、自分の国の国民は100万人しかいないんです。にゃにゃにゃ。そしてカタールも人口300万人なんですが、自分の国の国民は30万人しかいないわけです。その残り全体の9割の外国人と共生している。こういった国も世界にはあるんですね、というふうに言っておりましたよ。いや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 、これはもう、岸田さんはもう、イカリちゃんに喧嘩って言うとしか思えないでしょ。いや、岸田さん、イカリちゃんの存在知らないけれども、イカリちゃんは個人的にこれを見ていて、あ、これは喧嘩売られたなと思ったわけですよ。岸田さんにね。中東の、まあ、この外国人が非常に多い国。
つまり、だから UAE とかね、カタールっていうのは、だから、会社はよく言ってるでしょ、UAE 行くと UAE 人いないんですよ、と。UAE に行って UAE 人に会えるの、UAE 人に会えるのは、もうほぼほぼ、空港の意味ぐれぐらいなもんで、もう一歩外に出たらですね、もうね、UAE 人なんかね、いないから、どこにも。本当にめったにいないから、っていう世界なわけですよ。だから本当にほぼほぼ、UAE に住んでいる人間の1割ぐらいしか UAE 人はいないと。これは確かですよ。これは確かなんだけれども、UAE やカタールといった国と日本はですね、政治のあり方、体制、外国人の受け入れ方針、これ全部違うんですよ。その全くね、前提条件がね、違うところの例を出してね、世界にはいろんな国があって、国民が1割しかいなくって、9割がね、全部ね、外国人だって国もあるんですよ、とかね、言われても、は？それ日本と全然違う国の話だから。としかね、言いようがないじゃないですか、っていう話なんですよ。ね、これ結局ね、この人何が言いたいかっていうと、これはここ、だからカタールとか UAE の例を挙げてね、大丈夫、大丈夫と。日本見てごらんなさいと。まあ、全然少ないでしょと、外国人ね。それ見てごらんなさい、カタールや UAE。国民1割しかいなくて、9割外国人ですよ。でも見てください。あんなに立派に国家として成立しておるじゃないですか。何の問題もないじゃないですか。広がって日本。もう全然まだまだ全然少ないですよ、外国人。全然少ない。だからね、今必要なんだから。どんどん売れて、受け入れて、どんどん、どんどん受け入れましょう。でね、これ、どん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 受け入れて、何の問題もない。何の問題もないし、なんなら、日本国民が1割、外国人が9割になったところで、全然問題ないから、みんな安心してください。どんどん入れましょうよって言ってるってことなわけよ。ここで示唆されてるのはそういうことなわけですよ。そこまではっきり言ってないけど、要はそういうことでしょっちゅうことなわけですよ。お分かりですか？でもですね、今、井上さん言ったように、UAE やカタールといった、その湾岸の、湾岸産油国のですね、自国民が1割しかいなくて、外国人が残り9割を占めるという、そういった国家と日本っていうのは、あらゆる前提条件が違うと。で、結論から言うとですね、もし、UAE とかカタールの方式でやると。UAE、カタールの方式こそが素晴らしいというふうにやるんだったら、まず日本の政体を変えないといけない。政治のあり方を変えないといけないし、体制も変えなきゃいけないし、外国人の受け入れ方針も全部変えないといけない。カタール、UAE 方針に変えないといけない。政治のあり方も、外国人受け入れ体制も全部変えないといけない。UAE、カタール方針でやってうまくいこうと思ったね。そういうふうにやるしかない。で、もし日本が今のままカタールや UAE のようにいやいやいやもうどん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 外国人受け入れていいんだよ日本人がね1割になったとしてもね問題ないんだよってどん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 受け入れていったらどうなるかっていうともう簡単に日本は乗っ取られますよ。これ脅してるわけじゃなくてどういうことかっていうことをね今説明しますね。これどういうことかっていうと、まずですね、じゃあカタールや UAE といった、その湾岸産油国と日本、何が違うかっていうと、カタールや UAE は、あれは民主主義国家ではありません。あれは君主制の国家です。選挙は一部実施されておりますが、これは普通選挙ではありません。ごく一部しか実施されておりません。カタールや UAE の政治を司っているのは首長と言われている君主です。もし国民が、君主気に入らねえなと思っても国民の側にそれを変える権利はありません。そういう体制なんです。でも日本は違いますね。日本は民主主義ですね。政治が気に入らなかったら、選挙で自分の意思を表明することができますね。
政権交代だって選挙を減れば可能ですよね。でも UAE やカタールは違うんですよっていうね、これがね、まず第1点なんですね。で、第2点目。2点目。UAE やカタールといった国は、外国人をむっちゃいっぱい受け入れていますが、その外国人を自分の国の国民にしようとは、これっぽっちも思っていません。外国人中のは、あくまで期間限定の労働者です。一定期間、うちの国に来て働いていいよ。働いて稼いでいいよ。その代わり税金いっぱい納めてね。その代わり期間が過ぎたら国に帰ってね。これが基本的な方針です。で、外国人はね、特にね、その UAE とか、カタールの場合、特に UAE がそうですけど、外国人って言うけれども、その9割を占めるね、外国人のほとんどは、建設業とかに関わる、肉体労働者です。で、それをもう大量に受け入れるわけですよ。で、ごくごくわずかだけ、例えば UAE なんかの場合には、日本人も非常に多いんだけれども、外国の企業から派遣されてきている、駐在員とかですね。あとは、UAE、スタートアップもすごい今やってるから、そのスタートアップとかでこう起業したいね、起業家とか、あるいは投資家とか、そういうものすごいお金いっぱい持ってる外国人。でそういう人たちに対しては、ビザを出しますけれども、いずれにしても、ビザは出すけれども、だからといってですね、その人たちが、その後、短期あるいは長期にわたって、そこに滞在していたからといって、UAE 人になれるかといったら、なれないです。だってそんなものは、そもそも想定してないから、外国人はとにかく一定期間いてもいいよ。金払ってね、金稼いで金払ってね、終わったら帰ってね、また新しい人来てって、その繰り返しですよ。はっきり言ってね。それでもって、その単純労働者が、ほとんどなわけですね。で、その肉体労働者がほとんどであると。で、この人たち、本当に支障なく、何の問題もなく、働いていると思いますか？そもそも。大体ですね、去年、カタールでワールドカップ開催されたじゃないですか。あの時、いろいろな、この国にはいろいろな問題があるということがですね、いろんなたくさんの日本のニュースでもやってたはずなんですね。それは何かっていうと、いろいろあるんですけれども、その LGBTQRS の話もあるんで、QRS じゃねえな。で、そういう話もあるんだけど、それ以上に、カタールの、問題、カタールで、やっぱり非常に大きな、問題だったのは、その、ワールドカップを開催するにあたって、非常にたくさんの、建設を行う必要があったんですね。それは、スタジアムもそうだし、そのホテルとかね、そういう箱物ですよ。いろんなものを作らなきゃ、道も作らなきゃいけなかった。つまり、インフラを整備するためにですね、大量の、労働者を必要としたわけですね。で、その労働者の、その働くその労働環境がですよ。これはもうほぼほぼ奴隷と言ってもいいようなひどい扱いだったわけですよ。で、これもどんだけひどいかっていうと、でもまず、むっちゃ暑いわけですよ、カタールね。カタールむっちゃ暑い。むっちゃ暑いって、例えば今と日本だとね、今33度ってなってるけれども、もうこれの10度暑いのは当たり前ですよ。下手すると20度暑いですよ。50度超えたりするわけですか。で、そう、50度超えるような中、炎天下で作業させるわけですよ。建設作業させると。しかも、その外国人労働者がね、ちょっと休んだり、水飲んだりしただけでも、ものすごい叱責されると。で、具合が悪くなっても、全然面倒見てくれない。休ませてくれないと。しかもですよ、給料もこれぐらいくれると言っても、これぐらいくれないと。給与の支払いが遅れる。あるいは中抜きされると。あるいは支払われないと。そういうこともあるわけですよ。で、それに、そういったね、労働のその、環境とか、その給料未払いとかね、給料踏み倒しとか中抜きとか、ちょっとでも文句言うならば、逮捕されるか、強制送還されるか。どっちかなわけですよ。そこもめちゃくちゃだと。で、もう何千人も、
あれは何万人も働き行ったんだけどいなくなっちゃったって人とかいるわけですよ。あるいはなんかよくわかんないけど死んだと、なんか心臓発作ですとか言われて死んでいると。あんなに元気だったうちのお父さん心臓発作で死んだって、どういうことです。そういう問題がもうごちゃなんてあるわけですね。だそれを人権問題だっていうふうに言っておったわけですよ。つまりこれどういうことかっていうと、もし岸田さんがね、カタールとかいいじゃないですか、あの国ほら、ね、自国民1割でね、残り9割外国人労働、外国人だけれども、ちゃんとやってるじゃないですかって、本当に褒めてたわけですよ、この文脈ではね。本当に褒めてるとしたら、岸田さん、あんた、自由民主主義国の首長として、むっちゃ恥ずかしいこと言ってますよっていう話になるわけですよ。これまずいでしょと。これカタールの、ね、こう外国人労働者の問題って本当に、うん、結構深刻なわけですよ。でカタールもあんまりにも言われたから、ちょっとずつ改善はしてるんですね。ちょっとずつ改善はしてるんですけれども、改善してるんですけれども、じゃあ改善される前に死んじゃった人の命とか帰ってきますか、帰ってくるわけないじゃないですか。じゃその時踏み通された給料支払われるの、支払われるわけないじゃないですかっていう話なわけですよ。だからまずいでしょ。あれをね、日本の進むべき道みたいな風にね、言って言い訳ないでしょっていう話なわけですよ。わかります皆さん。だからね、でもよっぽどだから岸田さんの世界のことを知らないから、だから私はこの間カタールに行ったんですけどとか言われるには、カタールっていう国がで1割国民で9割は外国人って、それしか知らなくて、じゃあその外国人、その9割をめぐる外国人、どんな問題があるかとか、どんだけ今まで世界で、あんたの大好きな人権で問題になってきたかとか、知らないでそういうこと言ってんの、バカなんじゃないのっていうふうに、カレちゃんはかなり憤りましたっていうことですね。はいはいはい。でね、つまりね、これね、どういうことかっていうと、総合して言うと、その今自国民が1割外国人が9割という、そういう非常にいびつなその人口構成をしているですね、 UAE とかカタールっていうのは、これはいくら外国人が増えても絶対に外国人に自分の国を乗っ取られるようなことにはならない国なんですよ。なぜならそういう体制だからですよ。でまず外国人は、まず外国人を自分の国の国民にしようなんてそもそも考えてないでしょ。でなんかちょっとでも条件に違反したら捕まえたり強制送還したりするでしょ。で、その外国人と UAE 人のそれについてね、その状況について、じゃ UAE とかねカタールの中に、いやこれは外国人に対するキャベツだ、外国人は我々国民と同じように平等にしなければいけない、平等な権利を認めなければいけないんだとかね、キャベツをやめろとかですね、外国人にも選挙権を与えろとか、非選挙権を与えるべきだとかね、そういうふうにギャーギャー言う野党とかメディアとかないんですよ。で体制自体もそもそも普通選挙やってないから、選挙によってそれを変えるってこともできない上に、そのキャベツをやめろとか平等な権利を認めろとか、そこにギャーギャー言う、要はあっち系がないんですよ。存在しない。だってそんなに体制に向かってギャーギャー言うようなメディアとか、そういったものはですね、存在できない体制なんですよ。それが権威主義国家というものなんですよ。わかります？だから外国人が9割でも体制は安泰なんですよ。じゃあね、いやでもね、そうは言ってもね、9割もいたらね、むっちゃ人数多いじゃないですか。もしその人たちがね一斉放棄したら、それ危ないじゃないですかって言うかもしれないですよね。違うんですよ。
これはですね、ほんのわずかでも、その体制とかですね、そういったものに抗議をしようもんならば、まずすぐ捕まるでしょ。外国人が徒党を組むことがそもそもできないわけですよ。だってちょっとそういう兆しがあったらすぐ捕まっちゃうから。加えて、ものすごい強力な軍隊と警察組織があるわけですよ。皆さん、UAE に逃げ込んでいたガーシーとしていましたよね。ガーシーとしては、だからなんか特別な、なんかよくわかんない、なんだろう。なんかもう特別な、まあ、なんか投資家なのか、なんかよくわかんないけど、起業家なのかよくわかんないけど、なんかで、ビザを取ったと。ビザを取ったから、そこに滞在する、まあ、権利はあったわけですよ。ところが、日本当局から、あいつはお尋ね者だと、捕まえてほしいっていう依頼がこうあったわけですよね、UAE。で、UAE、ここはもうダメだと。こいつはやっぱ、ここ、うちの国に置いといてもね、うちの国の評判が落ちると。バッと判断した瞬間ですよ。もう警察バーッと言って、ガーッと捕まえて、飛行機乗せてバーッと返しましたよね。あれですよ。皆さん、あれが、権威主義国家の真の実力ですよ。褒めてるわけじゃない。褒めてるわけじゃないけど、そういう国なんですよ。日本と全然違うんですよ。だから外国人がね、いくら増えようと、体制はびくともしない。ちょっとでもなんかしようもんならすぐ引っ取られるような、そういう国と日本は違うわけ。何が違うかっていうと、日本は、だってもうすでにね、早くもね、もう随分前からね、外国人をキャベツするなって、外国人に選挙権を与えろ、非選挙権を与えろとかですね。あと、なんかもうありとあらゆるね、そのキャベツだの人がいますよね。で、もしね、まあ、そういう人たちもいると、そういうメディア大騒ぎすると、そういう政党もあると。で、まあ、だからそういうふうな流れになるかもしれないですよ。普通にね、外国人にも選挙権、非選挙権、選挙権認めようということになっていくんでしょう、結構ね。このままでいくと。加えてですよ。外国人の日本は今、定住政策を進めてるわけですよ。外国人労働者、これこういう人たちは、どうぞ家族も一緒にお連れくださいっていう方針にしたわけですよ。で、日本に来ますよね。そしたら定住しますよね。そしたら日本で生まれた子供たち、それはもう日本人になっていくわけですよ。っていうことは、このまま放って、あれでしょ？だからもうなんだっけ ?50 年とか、60年とか、まあそれぐらいには、日本の人口に占める外国人の割合っていうのは、まあ1割を超すわけですよね。大体もう、ヨーロッパ並みだと。今のヨーロッパみたいな感じになるわけですよ。はっきり言ってね。でそしたら、もうそのまま行くと、だからそう外国人ではなくて、外国に出自を持つ日本人っていうのが爆増するわけですよ。そしたら、おのずと民主主義の国ですから、もう日本は民主的な形で日本じゃなくなっちゃうってことですよ。というのもね、じゃあその外国出自を持つ日本人というのがどんどん増えていくと。でその人たちは、国籍は日本だけれども、じゃあ、日本語を話し、日本の伝統文化に親しみ、日本の常識を持ち、日本の価値観を共有し、日本の法律をきちんと守っていく人なんですかと言ったら、それは、はいとは、全く言い切れないわけ。なんでかっていうと、岸田政権は外国人をガンガン受け入れるにあたって、そういう同化政策っていうのを取ってないから。全然取ってない。実はね、もうね、岸田政権はね、そのね、どうやって、そんなんだっけ、外国人との共生社会を実現させるかっていうね、このロードマップっていうのはね、実は、ね、公開してるんですよ。一回ちょっと気づかなかったんだけど、実は公開してた、こういうの。で、これにね、これ概要って、ここ概要って書いてあるんじゃないですか。概要とあと本文っていうのもあって、これ普通にネットでね、公開されてるから、誰でも見れるんですけども、このね、目指すべき外国人との共生社会のビジョンっていうのは3つあるっていうふうに言ってるわけ。一つはね、安心安全な社会。
2つ目は多様性に富んだ活力ある社会。3番目は個人の尊厳と人権を尊重した社会。何が何だか分かんないですよね。で、このためにでこれをね、どうやってこれをやっていくかと、実現させていくかっていうのね、課題がね、4個あるっちゅうわけ。で、1番目が円滑なコミュニケーションと社会参加のための日本語教育等の取り組みってあるけれども、これは決して外国人に対して日本語教育を義務づけるわけでもないし、日本語一定能力を保障するための例えば試験とかをそういうものを義務づけるっていうことでもないわけ。全然違う。もし勉強したいんだったら勉強できるような体制を作りますよっていう。あくまでも外国人主体。外国人に義務は一切ないわけですよ。だから外国人が言うだったらもう、どうしたら日本語なんてめっちゃめんどくさいし、こんなの勉強するのやだよ。別にだって仕事すればどうせとかって、どうせ日本語とか使わねえし、いらねえよ、こんなの。っていう外国人がどんどん増えれば、もうたちまちですよ。日本語が全く通じない、エリア、職場。もう爆増ですよ。だって義務じゃないから。でね、この2番目ね、外国人に対する情報発信、外国人向けの相談体制の強化っていうのも、これも外国人がもしこういうことしたら、例えばこれ役所に通訳を置くとかそういうやつね。英語とかのなのか、多言語体制を整えるとかそういうやつだから、それであと相談窓口とか作るとかね。なんか相談したくなったら相談してみた。そういうことよ。だから、別にこっちから、よし、お前たちも外国人だけど、日本に来たんだけど、日本人になれって言って、なんかするってわけでは全くないわけ。で、3番目もね、ライフステージ、ライフサイクルに応じたし、これもね、だから、勉強とかや、学校とかや。これもね、全然日本の学校来ていいよ、みたいな。そういう話なわけ。とにかく絶対日本の学校に入れと。男いうわけじゃ全然ないわけ。だからね、これはね、どういうことかっていうと、日本で、ね、今やってるその共生社会の実現に向けたロードマップっていうのは、これをね、外国人っていうのを本当に純粋無垢な赤ちゃんみたいなもんだと思ってるわけ。だから純粋無垢な赤ちゃんで何も分かんない赤ちゃんだから、日本に来てもらって日本で優しく接して受け入れて、いろんなことを教えてあげますよ、助けてあげますよって言えば、彼らはおのずとよく働く勤勉な日本人になっていくっちゅう、そういう前提のもとにこうできてるわけ。だほとんど無策なわけですよ、はっきり言ってね。無策。何に対して無策かっていうと、だから、よりも全然もう、馴染む気なんてないわと。俺は金だけ稼げればいいんだと。ちょっと俺には俺の文化があるから、日本にこうやって、俺は俺のやり方で、俺らのやり方でやらせてもらう。で、何日本の何文化、日本の伝統、俺らのと全然違うから、日本の常識、そう、俺らのと全然違うから、押し付けないでくんない？ちゅうふうに言う人が増えたら、もうたちまち日本じゃない世界がそこにどんどん出てくるわけですよ。日本の中に疎開みたいなのが、バン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 出てくるわけですよ。で、それはどうなるかっていうと、そこの治安が悪くなって、ヨーロッパみたいにだんだんなっていくっていうことなんですよ。だから本当はね、ちょうど日本より先行して同じことをやったね。ヨーロッパを見て、その失敗に学んで、どうにかしていかなきゃいけないと思うのが、いや、常道だと思うんですけれども、イカリちゃんが当たり前と思うことと、岸田さんの、あるいは岸田政権が当たり前だと思っているものがあまりにずれすぎていて、こういうことになっているということですね。だから、今のまんま、どん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 これからね、ご外国人を受け入れていくわけですよ。そしたら、もうだってこんな感じだから、同化政策 0% だから、もうおのずとですね、遠からぬ将来、もう日本はですよ、もうヨーロッパにもうたちまち追いついて、
ヨーロッパを追い抜かすような、そういう事態に陥るっちゅうことなんですよ。だから、ね、ほらね、母ちゃんね、全然ね、脅してるわけじゃない。脅してるわけじゃなくて、まあまあ、そうなるだろうなっちゅう、それ誰がどう考えても、条件的にそうなるだろうなっちゅう、ね、そういうことなわけですよ。でね、これはね、例えば、岸田政権の、岸田さんをね、一人、すげ替えれば、すべての方針がリセットされるような、もうそういう世界じゃないでしょ。もうこの方向に向かって、日本全体がもう爆心してるわけでしょ。で、例えば、日経新聞なんてね、こういう記事出してるわけ。公用語は日本語だけ？外国人1割超の地帯に。で、こう書いてあるわけ。日本で暮らす外国人は40年余りで人口の1割を超す。今の4倍に高まり、欧米並みとなる。嬉しそうでしょ？だから40年で1割超す。だからもう2060年には欧米並みだということですよ。だから今、だから欧米で発生しているような問題は当然日本でも発生するということですよね。でも、こいつたちはそれいいことだって、わあわあ、嬉しい嬉しいって言ってるんですよ。で、だから、こう言ってるわけ。現役世代に限れば25年後にはそうした状況とな、違った。全然40年余りじゃなかった。もう25年後だって。だから、今23年だから、2040年、2040年、もう、20年くらいしたらそうなるよって、日経先生によると、そうなんだそうですよ。で、こういうふうに言うと。もはや、外ではなく、うちの人、つまりこれ外国人じゃねえよって。外国人じゃねえと。内国人だというわけですよ。なんかみんな、これいいこと言ったみたいな感じを言ってるのね。で、こう書かれたわけ。学校や職場では様々な言語が交わされ、日本語だけが公用語ではいられない。日本生まれ前提の社会は転換を迫られる。備えは間に合いますか？とか、キモ。こう書いたんだよ、本当に。備えは間に合いますか？キモ。なんでこの新聞記事。こういう、で、これ下まで読むとね、もうとにかく、ここにいろんなね、なんとかなんとかさ、なんとかさんとか、ちょっとなんかこういうのがダーって書いたんだけど、もうね、まあ、みんな揃えて、みんな合わせて、英語を公用語にしろと、言ってるわけ。だからもう日本語なんかどうでもいいわけですよ。英語でやるところからね。だから、誰も日本語、だから岸田政権もね、日本教育義務付けないじゃん。日本語を習得するって言わないじゃん。どうでもいいから。日本語じゃん。どうでもいいよ。英語がいい、英語。言ってるわけですよ。だからもうこれね、人工的にも言語的にも政治的にもあらゆるやり方ですね。もう日本消滅街道まっしぐらなわけですよ。もうこれはね、もうだからもうここ数日のこの流れを見ていると、まあもう、だからイカイちゃんだからもう、まあそうなるだろうなと思ったけど、もうイカイちゃんが思ってたのの2倍ぐらいのスピードで、まあ、そっちの方向に向かって爆心しているということが目というなということをですね、はっきりと認識した次第でございます。日本語禁止令出る、日本語禁止令出るかもしれないですね。だから日本語がむしろマイナー言語になっていくと。で、これはですね、ただ不便なだけじゃないですよ。日本っていうのは、日本語で、すべての学問ができて、だから医学部とかもそうですよね。すべての学問ができる、研究ができると、仕事ができると、役所でも日本語で通じると、学校も日本語だと。それ、日本では日本語の優位性っていうのがあるから、日本人の優位性が保たれてるわけですよ。これがですよ。いや、日本語なんてどうでもいいと。英語だってことになったら、むしろ日本語しかできない日本人の優位性っていうのは、もう外国人にひっくり返されるわけですから。これはですよ。もう大変な話ですよ。就職するにも、え、なんでお前日本語しかできないの？いらねえって言われるってことですよ。これはまずいですよね。でも日本じゃないっちゅうこと。だから首相とかも、だからみんな英語で話し始めるわけ。NHK の放送も全部、NHK のニュースも全部こう英語でやるわけ。英語でやって、わかんない。最初のは日本語の字幕とかつくのかなみたいな感じ。
そしたら、みんな我先に言うと、いやいや、うちの子は日本語じゃなくても英語を教育をってなるわけじゃん。だからもうすでにそういう人いるわけじゃないですか、いっぱいね。こういう世界になりつつありますよ、日本は、ちゅうことですよ。これね、結構ね、怖い話だから、これ、話じゃなくて、もう本当、本当なんですよ。これ、あのね、怒りさんね、これね、持ってない。あの、怒りちゃん、その、もう日本終わったーっていうね、あの人たちね、すごい嫌いなんですけれども、あのそういうあの煽りで日本終わったっていうわけじゃなくて、言ってるわけじゃなくて、これはこの岸田さんの、岸田政権のこの方針でいくと、あのこれはあの間違いなく日本をたらしめている要素は、あの瞬く間に失われて、日本は日本でなくなりますねっていう、そういうあの未来がもうあの結構すぐそこにあると。そして、官民挙げてですね、そちらの方向に向かって、どうやらあの爆走中ですと。いうことですね。じゃあ、イカリちゃんどうすればいいんですか？これはですね、あのね、まあ、個人としてできることは、もう2つしかないですよ、はっきり言って。1つは、これも有権者だから、そういう方針を掲げる人とか政党にはもう投票しないってことですよ。もうそれはまず、あの、まあ、民主主義の国家だからね。自分がそれは嫌だと思ったら、そういう人には投票しない、そういう党には投票しない、もうそれが1つですよ。こう、やり方としては1つ。もう1つは、この岸田政権が進めている、この外国人との共生社会、日本の脱日本化ですよ、そういったもの、そういった方針に完全にコミットすることですよ。よし、これからは共生社会だと。日本語なんかどうでもいいんだ。英語だーってですね、もうこっちの方向に完全にこうバックス、もうコミットして、こっち、そうだそうだ、英語なんだって世界の人に、自らなるしかないですよ。どっちかですよ。もうそれしかない。もうそれしかあっても合理的に考えてそれしか道がないじゃないですか。もう選挙で、そうなんですよ。だからもう選挙で落とすか、もう自分もこの共生社会の一員として、自分の日本性なんかもう金繰りしてるんですよ、それ。こんなもん、こんなもんでどうでもいいわ、こんなもん、なんの役に、こんなもんで食っていけんわ、っていうふうに言って、もう自分を日本人たらしめてる要素を自ら捨てていくんですよ。もうそれしかないっていうことですよ。話なんですよ。だからもうこれ、ね、煽ってるわけでもなくて、もう社会を変えろとかそういう話でもなくて、もうなんかもう知らないうちになんかそういう風になっちゃってるから、どっちかにするしかないよねっていうあの話なんですよね。岸田さんものすごい、支持率落ちまくってるでしょ。これはだからみんなマイナンバーのせいだ、マイナンバーのせいだって言っとるんですけれども、どうなんですかね。あの、イカリちゃんね、あの全然関係ないけどですね、まあいいや、三種ですね。そう、あのね。また分かんないですよね。どうなるか。ひどすぎる。政治家集めて説教して、化けの剥げ、共生案と共生は違うと、まあそうなると皆さんね、だから、マイナンバーで大した問題じゃないですしね、って書いてある人、マイナンバーではない。いや、だから、会長もマイナンバーではないと思うんですけども、マイナンバーだっていうふうに、メディアの皆さんは書かれているんですよ。はいはいはい。ミカちゃんは何よりと最近のドン引きしたのはこの外国人との共生社会ですね。はい、あ。何言ってんの？何 UAE とかなんか、なんかカタールとか、お前も知らんくせになんか適当なこと言っても、全然自国民1割でも全然大丈夫とか言って、すごい無責任なこと言ってしまう。お前、嫌いだというふうに思ってしまいました。ということで、皆さんもですね、ご自身で自分でできること、選挙で投票しないもよし、多文化共生社会に、全振りするもよしと、皆さんに、いろいろご個人でですね、いろいろお考えいただきたいというふうに思います。イカリちゃんは自分の考えを押し付けるんですけども、皆さんには考えるネタを提供するのがイカリちゃんの仕事だと思っておりますので、皆さんも、一人一人よくお考えくださいということでした。ということで、皆さんもイカリちゃんみたいなコロナにならないようにお気をつけ、でも、ね、気をつけてもなっちゃうから、なったら、まあ、諦めて、数日休んでですね、直しましょうということで、ということで皆さん、ボンちゃん久しぶりに、ボンちゃんはね、全然ね、元気でした。ねえ、ボンちゃん元気だって。ねえ、もういい感じね。ボンちゃんは元気ですので、はい。ということで、皆さん今日もお付き合いくださいって、ありがとうございます。ボンちゃん、お家帰る。後ろに帰る。もうちょいオンリーする。じゃあ、もうちょいオンリーする。じゃあ、オンリーしましょう。
はい、ということで、皆さんありがとうございました。またねー。またねー。